芝山鉄道線は千葉県成田市の東成田駅から千葉県三部郡芝山町の芝山千代田駅までを結ぶ芝山鉄道の鉄道路線である芝山千代田駅付近を除き路線の大部分は成田国際空港の地下を走る駅ナンバリングで使われる路線記号は SR2009 年度に CATS の導入に向けて京成電鉄と協議を行ったが その後の動向は不明である。全列車が京成電鉄東成田線と相互直通運転を行っている。運転業務は京成に委託しており、東成田駅で乗務員交代は行われず運転し、車掌とも京成の乗務員が芝山鉄道線内も乗務する。したがって芝山鉄道に所属する乗務員はいない。ラッシュ時などには京成本線、押上線、 都営地下鉄浅草線、京急本線、空港線との相互直通運転を行う。日中は40分サイクルで、京成成田芝山千代田間を一編成が往復する形となる。所要時間は、京成成田芝山千代田間が約10分、東成田芝山千代田間は約4分である。なお、東成田芝山千代田間の成田式の根付近では、 空港建設反対派の用地、木のネペンションの地下を通過する計画だったが、地権者の同意が得られず、最終的にルートを変更して、木のネペンションを迂回することとなった。そのため路線延長が当初計画より約 0.2km 長くなったほか、迂回区間は半径 160m の急カーブとなっており、運行の安全確保上時速 35km で運行するため、 所要時間は当初予定より1分ほど長くなった。現行ダイヤでは、快速特急、特急、通勤特急、快速、普通が存在する。京成線、都営線、京急線直通列車は、以下の運行パターンが存在する。京成、都営の車両も含めて、芝山千代田行きの列車の方向幕の表示は、芝山千代田ではなく、芝山である。 以下の自社所属車両のほか、京成電鉄の車両も運用される。芝山鉄道の車両運用は、京成電鉄と共通のため、日によっては、自社所属車両が自社線に一切入らない場合がある。東京都交通局の車両にも行き先表示の用意があり、過去には、実際に乗り入れ運用があったが、2021年現在は、通常ダイヤでは運用されていない。 芝山鉄道線では警察官が必ず乗車し警備に当たっている。ありがとうございます。